今ラッシュの方で、タイヤのテスト開発、あと製造と管理を正社員でやらせてもらってます。まあ、ラッシュに入った、ジンが入った経緯としては、まあ、うちのレースとかにも参戦してて、でまあ、学校を卒業するにあたってその、まあ、ラジコン関係に就きたいという希望があったんで、それでうちの方もちょうど、まあ、仕事の方も結構あったんで、じゃあジンの方をうちの方に社員として迎えるから来てくれないかという形で、ジンを要はうちの方で雇用するようになった形ですね。本人やっぱラジコンがうまいだけあって手先が器用なんで、あっという間に仕事も覚えて、まあ、非常に会社的にも助かるし、まあ、なおかつ運転のでも見込んでたんで、その要はテストドライバーとしてでももうすごい使えるんで、そのテストドライバーとしてもいろいろ活躍してもらってます。そうですね、僕もまあここで働く前からもずっとラジコンをやってて、まあ、やっぱりラジコンやっていくにつれてやっぱラジコン業界の方がやりやすいんじゃないかなって思って、ラッシュの佐久間さんの方にお話もさせていただき、今はそうですね、開発などを行ってます。まあ、今も割とブランド名としては大きいと思うんですけど、まあ、もっとみんなが本当に知ってもらえるように使ってもらって、そういう、そうですね、目標ですね。そうですね、ラッシュの方では僕が基本タイヤ製造をしてるんで、その製造したタイヤでテストをして、それもしつつ車のインフィニティでサポートをもらっているんで、車とタイヤの両方のテストを毎日行っております。今年はまあいろんなコースに行って、そこのコースのルール 17.5 だったり 21.5 だったり、まあ、そのコースで呼ばれているストッククラスっていうのをまあ基本的にやっていき、そこで車の IF2 のセットアップだったり、車のまあ質問だったり、そういうのを答えたり、ラッシュの方ではタイヤテストだったり、コントロールタイヤなので処理の仕方だったり使い方だったりを教えたらいいなと思ってます。全日本が今年あれば、もちろんスーパーエキスパートクラスの方で優勝はしたいです。いろんなコースにこれからも顔出しすんで、声かけてもらってくれたら嬉しいです。今年もよろしくお願いします。おっと、さっき話したっけ、どんどん参戦とかする予定なので、で、なんていうか、声をかけてもらったりしてくれれば、あ、間違えた、すみません、もう一回いいですか。